こんにちは、土の子です。ゼルダの伝説知恵の借り物を続きやっていきましょう。さあ今回はですね、鎧マンゴーのミニゲーム、そして、ね、他のミニゲームもなるべくですね、豪華景品を狙ってやっていきたいと思います。マンゴー狩りに参加するぜ。どこまでやってたのかな。ついに完成したぞ、私の最高傑作が。これまで以上に危険はあるかもしれないが、きっと君なら大丈夫だ。今までにない収穫量を望める最高の種をぜひとも試してくれたまえ。じゃあ最高の盾やってみますか。ジュールピー、はい。地下の研究の畑に降りてくれ。前もそういえば、あの爆弾花が生えるんだが、君なら大丈夫だろう、任せたよ。収穫してほしいマンゴーは60個以上だ。全部取れたらお土産を多めに渡すよ。ちょっと待て、一旦ゼルダのベッドでいいか。よし、あれ、あ、こうか。ちょっと待って、うわ、やば。なるほど、はい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 、はい、あれあれ、勝手に壊れるっけ。ちょっと待って、どうや、え、ちょっと早くね。あ、そういえば早く動けるんだった。待って、移動速度アップないっけ。これ移動速度アップが必要じゃない。あー、最後ハートちょっと待って待てこれどうしたらいいんだ。これ移動速度アップ必要じゃん。いやー難しいねこれは。よし、もう一回だ。カエルリングでジャンプでいけるから普通に。よし、集中、60個以上な。10個だけ取りこぼしていいんだ。はい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 、待って、危ねえ。いけたかも。60は超えた。70きついな。70きつい。お疲れ様。まさかこの種でもここまで収穫するとは。君には本当に感謝しているよ。この服をあげよう。君のスピンがさらに軽やかになるだろう。お、踊り子の服を手に入れた。華やかな踊りの衣装、とても動きやすくスピンの範囲がかなり広がる。収穫した鎧マンゴーも持って帰ってくれ。やりました、鎧マンゴー8個。それにしてもなんて収穫量だろう。これならば未来の食料不足なんて怖くないぞ。今までの君のデータをまとめて早速セラム様に報告を。ん？これ他に誰が収穫できるんだ。おっと、すまない、いろいろと考え事をな。君の美しい収穫に熱くなっていたが、肝心なところを見落としていたようだ。誰もが収穫できるとなると、やはりもう少し安全性は必要になりそうだ。君にはとても感謝している。このデータを参考に引き続き研究を続けるよ。また気が向いたら遊びに来てくれ。やった、踊りの服、ここで必要だったのか。踊り子の服、スピンの範囲が広がる。普通にめちゃくちゃいいね。もしかしてどっちだろう。いつもの種はクリアできてたはずで、自慢の種、完璧にクリアできてなかったっけ。ちょっとやってみるか。よし、50個な。全部クリアしなきゃいけないのでは。はい、おお、ほんとだ、ほんとだ、早い、これいいぞ、これめちゃくちゃいい。収穫めっちゃできる。はいはい、ほらほら、おおこれはめちゃくちゃ便利だぞ多分。はい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 、おらおらおら、やりました、完璧クリア。お疲れ様。この種も全て収穫してしまうとは、君には驚かされてばかりだ。本当に貴重なデータが取れたよ。あ、やった、これだ、これでなってたんだね。力のかけら3個。収穫した鎧マンゴーも持って帰ってくれ。鎧マンゴーはたくさんいただきました。
よし。よし、じゃあ最高の種もマックスまであるんじゃないか。よし、行くぜ。はい、よしぞ。待てい。ここ、よしよし、ここいけた。あ、うっそ。大丈夫今の。よし、いけてるいけてる。おら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 、はい、できました。踊り子の服強っ。これ踊り子の服あったら余裕ですわ。すべて収穫できる人が存在するなんて私の想定をはるかに超えている。素晴らしいデータをありがとう。やりました。これ多分完璧クリアだね。よっしゃ、鎧マンゴーたくさん。はい、よし。さあ、あとやんなきゃいけないとこがこれですね。ここハイラル牧場お願い。やる気ですね。参加します。なんかショートが難しいって言ってたな。ミドルやったっけ。17秒98。コースマスターとして記録の更新を期待してます。あ、じゃあ他のコースにするか。もう一つ増えてんだよね。ロングコース、牧場の外を走ってから牧場のトラックを一周するコースですよ。目標タイムは50秒。早ければ素敵な景品プレゼント。やってみましょう。よし、チャレンジ。どこ、はい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 、なるほど。あっち行って、あ、ぐるっと回ってな。でそこね、オッケー。ここダッシュ、先ダッシュは気をつけなきゃいけなくって、やっべ、ここは通れると。なるほど。はい、ここダメなんでね。あ、ミスった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 。はい、あー、なるほどな。結構ダッシュの場所むずいね、これは。なるほど。あれ、これどうしたらいいの、これ。こうか。なるほど。頼む、間に合ってくれ。間に合わなかった。ちくしょう。もう一度挑戦。あー、ここ、あそこ行ってもいいんだな、多分。はい、ダッシュ。はい、46秒。一応はクリアできたね。なるほど、あそこ一番最初にショートカットポイントがあるから、そこを入ったら早くクリアできるんじゃない。目標タイプ50秒切っています。初回クリア記念ルピー、50ルピー。40秒切って、オッケー。コースの記録更新目指して遊んでください。40秒な、了解。頑張ります。あー、ちょっとミスったかな。はいね、ここでしたよね、やっぱね。でここはちょっと行かなきゃいけなくって、ミスったミスったミスった。ミスった。はい、ここはジャンプ、いけ。まだか、間に合え。よっしゃ、間に合った、ギリギリ。今回の記録は39秒79です。ゼルダ様すごいです。
トースマスターで、なにこれ、突っ張りホーン、力強い角で作った馬を奮い立たせるお守り、馬の突進がもっと強くなる。また遊びに来てください。やったね。でまだ鳴ってるということはショートコース、これが難しいって言ってたか。ショートコースのコースマスター、17秒切れたら OK。 ちょっとショートコース忘れちゃってるけど、どうやるんだ、どのコースだっけ。普通に外周、内周か。お願いします。そこ行って、はいはい、逆回りな。ジャンプしてって、あそこ、あそこら辺が難しいね。でゴールか、なるほど。最初はダッシュして OK だと思うから、ダッシュして、でここもダッシュ、常にダッシュって感じかな。あー、ここがちょっとミスった。17秒。ういーういー、難しいな。18秒でした。発酵バター、お金をなくしたくないんです。最初の方はほとんど大丈夫だね、そのまま行って大丈夫で、最後の左下あたりを結構調整しなきゃダメかも。あんまり無駄な動きしたくない。ここだね、ここが、ちょっと、うわマジか、そこもダメだね。でここよし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 、いいいいかも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 、惜しい惜しい惜しいな。どうや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 、ちょっとずつ縮めてんだけどな。ダメか、今ので0.4秒ダメ。どこだ、どこどこミスってる。なんかやっぱ途中が良くないよね。インを、イン攻めるでしょ。ここでちゃんとまたインを攻める。でここちゃんとイン攻めてって、ここグッとイン攻める。よし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 、でここイン攻めて、よっしゃ来たんじゃないこれ、よっしゃできました。やっぱりイン攻めだね。綺麗に、まあね、やっぱダッシュばっかりじゃなくて、ちゃんとインに切り替えてからのダッシュ、これだ。よっしゃ勝った、イエイ。力のかけら3個、やった。これでもう力のかけら取んなくていいんじゃないの。ちょっとやってみよう。よし、ミニゲームクリアだぜ。おーすごいね踊り子の服でまさかこんな効果があるなんて。さあ強化爆弾レベル2どうぞ。全強化できたかこれで。よしよしよし、あの眠り道場が多分絶対強いと思ってるから、僕時間も関係してるからね。ここら辺でやっぱ全部強化しておきたかった。力がん25個あれば面白いものが作れそうじゃ、何それえ何ですかその面白いものとは。なんだよそれ、マジかよ力のかけらあと25個必要なの。なんか新たなものが作れるんかい。そういえばさ、前ゴロンのとこでなんかミニゲームっぽいやつ、今はいいやつって無視したとこがあってな気がするな。助かったゴロン、何ですか。あーゼルダさん、改めて助けてくれてありがとう。ゴロ、僕ゴロン族では影が薄くてみんなに気づいてもらえないことが多いんだゴロ。ゼルダさんが来てくれなかったら一生裂け目の中でブルブルしてきた頃、こういう時は走って体を温めるに限る頃。ゼルダさんもゴロン族のローカルスポーツゴロンレースをやってく頃。何それゴロンレースって。一部の界隈で熱狂的なファンがいるローカルスポーツゴロ。ルールは簡単ゴロ、旗が立つ場所に先に着いたら勝ちゴロ。ゴロン族のローカルスポーツゴロンレースやってみるか。じゃあゴロゴロゴロンレース、これもミニゲームでしょ多分。もう一人右下にいたよな多分、今チラッと見えたけど。何これ、おお、そこな、はいはいはい、上がってって上がってって、
はいはいはい。でそこ行ってフラッグな。あ、なんかこれ借り物ビューンユカとかも使えそう。あの旗のところまで行けるか勝負から。行けるか。おや、嘘。ちょっと待って。ほらよ。ズルしてやるぜ。いや、あちゃあちゃあちゃ、ちょっと待って。ちょ、ふざけんなあいつ。あんだ、ウェウェ。超ひどいよ。あー、最悪、落としやがって。くっそ。ちくしょう、悔しいです。逆にさ、こっちから行っちゃえばいいんじゃないの。ほらよ、上がって、ジョン。ほらほら、うい、上がれるんだね。ほらよ、ざま。勝った。めちゃくちゃズルだけど。え、僕の負け頃、影の薄い僕が唯一目立てるスポーツだったのに、しかも一番走り込んだ場所なのに悔しい頃。世界は広い頃、上には上がいるんだ頃。でも負けは負け頃、ゼルダさんこれを受け取ってほしい頃。おお、ありがとう。50ルピーか。まだ走り込んでリベンジする頃、その時はゼルダさんに勝ってみせる頃よ。よし、お金もらえましたね。約束したのに。どうしたの。滑空ライドをするって約束したのに兄ちゃんちっとも遊んでくれない頃。だから滑空ライドを極めて兄ちゃんをびっくりさせたいんだけど、一人じゃうまくいかなくて、お手本を見せてくれる人探してる頃。滑空ライドって何。空を飛ぶ魔物を持ったまま飛び降りて遠くまで飛んでいく遊び頃。上昇気流に乗って飛距離を伸ばすのがコツなんだけど、一人じゃうまくいかなくて、お手本を見せてくれる人探してる頃。お見せしましょう。お姉ちゃんありがとう頃。早速始める頃。教えて滑空ライド。何それ。できるかな僕に。ブロービーとかで行こうって感じだよね多分。ほう、はいはいはい、ほうほうほう。であそこに行けばいいのね。オッケー、わかりました。ここから旗がある場所まで一度も地面に足をつけず滑空する頃。地面についちゃったらやり直し頃。オッケー、行こう。え、続けるよ。え、どういうこと。え、滑空そこ折れちゃいけないってこと。はーい、はーい、行ってきます。ピュン、ユー、ユー、はい、やりました。ブラボー、感動した頃。滑らかで力強い滑空、まるで兄ちゃんみたい頃。お手を見せてくれたお礼に僕のおやつをあげるからよ。あら、岩塩でした。岩塩10個。お姉ちゃんのおかげでコツはバッチリつかめた頃。兄ちゃんが遊んでくれるまでに滑空ライドをマスターしてみせるから。お、またあるぞ。兄ちゃんが、お姉ちゃん、よく洋国兄ちゃんにお姉ちゃんのこと話したら会いたいって、ついて連れてくるから待っててから。あんたがセコの言ってた姉ちゃんごろ、弟に手本を見せてくれてありがとうごろ。俺はセコの兄ちゃんことよく洋国ごろ。弟から話を聞かせてもらったから、すごく上手に滑空するお姉ちゃんがいるって。滑空ライドを始めて3年の大ベテランのオラよりうまく飛べるっていうなら、オラが1年かけて作った地獄のオルディンデスロードを飛んでもらうごろ。受けて立つごろ。地獄のオルディンデスロードに1名様ご案内。よそ見してたら大怪我するごろ。怪我しないように注意するごろよ。よし、やってやろうじゃねえか。これか。待て待て待て、で、あ、はいはいはい、あそこに行けばいいのね。なるほど。一気に地面に足つけずに滑空する頃。はい、じゃあ行きましょう。うん、おお、すごいね確かに。うん、ブーン、危ない、あっちー。本当に本当にやべえやん。そっちが上側危ないかもな。下から行けるか。頑張ります。うん、こうか。
危ない、危ねえ、ほい、あ、ちょっと、よし、できました。地獄のオールデンデスロードを飛び切っちゃった頃、1年かけて作ったのに恐ろしい人頃、人間じゃない頃、オラの知らないうちにこんな天才が現れてたなんて、時の流れは早い頃、オラも負けてられない頃、あんたにこれあげる頃、地獄のオルディンデスロードの制覇記念頃、やったー、これですね、力のかけら2個、やったね。ベテランとしては注意しておくけど、カックライドは危険なスポーツだ頃、それでもこのスリルに取りつかれたら、またの挑戦をお待ちしてる頃、ありがとうございました。お、あれ、あ、これか、あ、しかもあそこになんとスタンプまである。よし、力のかけら2個ちょうどいいや、これでいくか。ビューン、こんなところにスタンプが、おい、あ、しかも力のかけらまであるぞ。どこだ、あ、なんかあれ怪しくねこれ怪しくない、あの岩雰囲気、おい、おい、ありましたやったね、力のかけらゲット。よし、今度はゾーラの里周辺も見に行ってみましょう。あ、なんかあるぞ、爆弾じゃないこれ、自分でやるか。はい、よし、何これ、え、シルバーブローチ、物を壊したときは魔物を出したときにルピーが少し出やすくなります。へえ、こんなところに、あ、ちょっと待って、スタンプ台もあった、こっち、イエーイ、スタンプ台ゲット。これ上かな、あ、近い、あ、これか、おい、やっほー、おい、よし、まさかここにありますか、音的にはこれだが、イエーイ、ありました、力のかけら3個、あ、これっぽい、お願いします。しかもなんか宝箱もあるな、イエーイ、やったね、ここか、違った、金の卵、これか、じゃん、やった、力をかけろ、3個、あ、スタンプ台あった、スタンプ台、へい、やったー、おーい、てってれーん、出た出た、いや、僕スタンプマン、生まれてこの方スタンプ1本、ハイラルのスタンプマイスターとは僕のことさ、またまたスタンプたまったんだね、約束通りご褒美あげちゃいます。魔物しか、とうとう4枚目だよ、果てしないスタンプ巡りに乾杯、すっかりスタンプラリーに慣れたようだね、この調子でスタンプテク磨いちゃってよ、どうしてこんなにスタンプって押したくなるんだろう、川が流れるように、花が散るように、人が恋するようにスタンプはポン、なぜならスタンプを押すのって楽しいんだよね、スタンプイズワンダホー、それじゃあ次のスタンプカードあげます、やった、最後のスタンプカード、あ、最後のスタンプカードだよ、直筆サインが書いてある、それじゃあご一緒にレッツスタンプラリー、次のスタンプラリーが君を待ってるよ、残りのスタンプ台はどこにあるかな、よし、ほら頑張ります。あら、こんなところに人いたっけ、いらっしゃい、どんぐり拾いはどうだ、え、どんぐり拾いまだあんの、集めて楽しい、拾って楽しい、どんぐり拾いだよ、私がばらまくどんぐりを全部集めるゲームだよ、早く集められたら景品をあげよう、一回10ルピーやってみましょう、どんぐり集めな、どんぐり拾いの始まり始まりだ、え、はい、うわ、
ビュンユカかこれ。集めるどんぐりは全部で6個。目標タイムは40秒。頑張ってね。ちょっと待て。どうしよう。ビュンユカで行って。ピューン。はい。うっそー。ちょっと待て。あそこから流れるようにこっち行く。で、その後どこ？で、これか。ね。こうして。もう一個どこにあるんだ？あー、最後ここか。なるほど。ちょっと待って、ルートが難しいね。ふむ。あー、そこにな。2、4。よし。勝負。え、間違えた。よし。よっしゃ。いった。あれ？どこだっけ？これか。あと1。よし。これ。へい！できました。よっしゃー。どんぐり全部集めたね。21秒81だ。景品あげちゃおうっと。20ルピー。早くて感動しちゃったから特別にこれもあげちゃおう。やった。100ルピー。また遊びに来てね。やった。思いのほか高収入。やった、ゲットできました。だいぶゾーラの上の方も見ましたので、だんだんね、しっかり見てる場所は増えていってると思います。さあ、じゃあ次回はですね、こちらスムージーやっていこうかな。スムージーを全種類作っていきたいと思います。お金もねそこそこ溜まってるので、で材料も結構溜まってるんで、多分いけるんじゃないかな。全部作ったスムージーは売ったり飲んだりしたいと思います。ということで、次回はスムージー大作戦やってみたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。